つらあって咳込むたび血を吐いた16父の夢壊しナンパの道を志す17本を読むばかり愛すことも臆病で18家での夢を見てこっそり手紙書き続けどうせ転げてゆくのなら親の知らない遠い場所高ぶりさえ沈めつつはしゃいで生きる青春は俺にはないと思ってた迷わぬけれどこのままじゃ苔にまみれた石になる石なら石で思い切り転げてみると考えたどうせ転げてゆくのなら親の知らない遠い場所転がる石はどこへ行く転がる石は坂任せどうせ転げてゆくのなら親の知らない遠い場所